レイジの 2R チャンネル。三日坊主と挫折の部屋へようこそ。今日はとにもかくにも自分の部屋がひどいことになっているので掃除したいと思います。部屋といってもウォークインクローゼットです。自分の部屋に行くにはこのウォークインクローゼットの中にあるはしごを下ろして上に上がる必要があります。いつの間にかはしごを下ろす部分がとんでもないことになっていました。ちなみに一階上の部屋はすっきり綺麗な爽やかな空間です。ただし死んでいたら誰にも気づかれないと思います。すでに面倒くさくなってきました。まだだよ。片付け方に関しては OFD さんがいい動画を上げてくれていました。調子乗ってますね。はい、大掃除テクニックその1、散らかす。すでに散らかっています。クローゼットの中にあるもの全部なんですけれども、テーブルの上だとか棚の上にあるものも全部出しちゃう。ですね。大掃除テクニックその2、仕分けです。わかったであります。このグループに分けていくんです。おかげさまで片付きました。無事はしごを下ろせます。いろいろ戦利品も確保できました。そのうちブログで紹介したいと思います。ありがとうございました。